はいどうもジャンプローズのヨウタとユウタとヤマモさあ始まりました。一番最初に大好評だったヨウタズキッチンね、2回目あんまり好評じゃなかったので3回目やっちゃいますかぶせていくの諦めない心今日作っていただく料理、カニクリームコロッケ。チョイスがバカだよね。なんでカニクリームコロッケ好きだもん、みんな。あの、福沢諭吉とカニクリームコロッケはみんな大好きだ。うん、カニクリームコロッケ。カニ入れてくれてもいいんだ、全然。じゃあ、そんな感じで買い出しに行ってきます。はい、行ってきまーす。さあ、はい、買ってまいりました。はい。商品紹介を。はい、まずじゃあ、卵。ボルト、特注のソース。生クリーム、小麦粉、パン粉、油、砂糖、カニ、カマ。これで、カニクリームコロッケを砂糖しかないじゃん、するやつ作っていきたいと思います、はい、器具を用意いたしましたので、また足りなかったらいつも通り言ってください。制限時間は50分でございます。スタート。さあやるかい。今日は見たい、むしろちょっと気になるね。ダメだよ、見ちゃダメだよ、プライベートだった。まずはじゃあカニをほぐします。カニクリームコロッケなんか作ったことないでしょ、普通。みんな最近のカニカマは短く裂けるように斜めにこう切れ目が入ってるらしい。すごい。じゃあ次はカニクリームコロッケのカニクリームのところを作ります。いや俺のなんかイメージではこう、この生クリームに小麦粉入れたら固まるんじゃないかっていう考えがあるから、ちょっとそれでいこうと思います。大丈夫じゃないよね、完全に。クリームコロッケってデザート？いや材料買ったらもうデザートしかできないよね自分で買っといて言うのもあれだけどさ、これをどうやってあのコロッケの衣の中に閉じ込めるかっていう課題が俺にはあるんだけど助けてクックパッド先生もうちょっと分かんないから、もう小麦粉で固めてやろうと思います。あ、なんか練ってれば硬くなるんじゃないかな。すげえ粉。え？いや、こんなんじゃ怒られちゃうよ。もうちょっと入れてもいいのかな。入れちゃおう。あ、やばい。あ、ちょっとでもなんかいい感じにこうトロトロというか固まってきた。え、いや良くないなこれ。いや、なんかこう、団子みたいにできないとカニクリームコロッケできないよ、ね、でもトロッと出てくるような。小麦粉先生に固めてもらうしかない。カニクリームコロッケのなんだろう、クリームの部分はできたんだけど、どうやってもコロッケの部分ができないんだけど、どうしたらいいの。とりあえずカニ入れて考えよう。これは美味しい。うわ、カニ、カニ、カニだよね。うん、そうだ、ちょっとこれお玉的なやつに入れてこう小麦粉つければなんとか固まるんじゃないかな。固まんないかな。今から固めていくから固める。あっちけよとりあえずどうしようか、一個ずつの大きさにして。この時点でもうクリームじゃない。これに衣をつけて揚げます。これ便利だよね、これね。あー、なんかいけそうな気するけど熱いな、やっぱりベッドって。え、これに卵つけるの。焦がしちゃえ。あ、やばい、なんか溶ける。前カツ丼作った時に衣を二度漬けしたらすっげえ怒られたんで、今日は一回しか漬けません。はい、これを今から揚げていきます。大丈夫かなこれ、爆発しないかな。あー、もう本当に嫌だ。火が消えている。
いね、本当にね、結果がね。あ、でもちょっとなんかサクサクしてる感はちょっと出てる。どうかな、なんかかろうじて食べれるぐらいの料理になればいいかなってちょっと今日は思っちゃった。